もさえない日々と。本日も始まります徹夜の趣味映画鑑賞、本日紹介する映画はというよりはまずゲストの紹介でしたね。ですね、もう長年の付き合いになります。何気に長いです。ギタリストでありボーカリスト、元フィールや元ラブレス、元タイゾーメガゼロメガヘルツ、そして、現在チトクロムで活動中のタイゾーさんです。タイゾーと申します。ついに出てきましたね。ありがとうございます。この番組に。いえいえいえ、そんなタイゾーが紹介してくれる映画は1978年公開、アンソニー・ホプキンス主演の、マジックという映画です。なかなかね、タイゾーらしい映画だと思いました。見られました。うん、もちろん見てるよ。うん、そうそう。なぜいきなりですが、この映画、選んでくれた理由というのは、いろんなジャンル、もう僕も映画大好きで、うん、もうやっぱ音楽と一緒でこの一曲って選べないじゃないですか。うん、うん、確かに。ここも選ぶのはものすごい自分の中では大変だったんですけど、うん、ファンタジーも好きだし、SF も好きだし、うん、ジャンルで言うと一番好きなのがやっぱサスペンスで、ジャンル分けっていうのも難しいですけど、うん、ジャンル、まあでも分かりやすいよね、そういう、うん、カテゴリーとして。で、サスペンスがなぜ好きかというと、うん、やっぱ音楽もその、うん、映画の中の音楽も好きだし、うんうん、緊張感の中にやっぱ美しさがあったり、うん、あと作品の作った人の IQ の高さっていうか、ああそうだね、そういうものを感じるのがその芸術的っていうか、うん、こう物じゃない芸術を感じれる部分があるのと、あとサスペンスって基本その制作費何もなくてもできるものだと思うんですよ。うん、わかる。低予算でもとにかくストーリー構成だったりとかなんとかで、うん、そういう映画が好きで、うん、あとアンソニー、うん、アンソニー・ホプキンス、うん、アンソニー・ホプキンスが好きで、うん、ずっと好きだから、うん、昔の映画辿ってて、うん、すごい衝撃を受けた本ですね。なんかね、俺、まあ、正直初めてこの映画見たんだけど、実際思い返してみたらね、アンソニー・ホプキンスの若い時初めて見たっていう、もう、そうですね、アンソニー・ホプキンスを意識した時にはおじいちゃんだったっていうイメージだからさ、映画でも42歳とか、ね、そうだね、うん、そうそう。いや、まずさ、髪が生えてるっていう違和感、うん、で、シワが少ないと、なんだろうな、アンソニー・ホプキンスってやはりちょっと病的、そしてちょっと変質的な魅力があるでしょ。なんだけど、それは刻まれたシワとかそういうのも、うん、重厚感としてあるんだけど、それがつるっとしてると本当にやばい、ね、ちょっと目がギョロギョロ目立ってさ、そう、弱さがあるんですよね、うん、今にない、そうだね。そう、このマジックという映画なんですが、まさにマジシャン、アンソニー・ホプキンス、演じるコーキーというですね、役柄なんですが、手品師マジシャンの、を描いた映画で、で最初にですね、まあ売れない、手品師なんですよ。で、客席に出ても、うん、歌に上がっても、ちょっと緊張してしまったりとか、それがあだになってうまいこと、マジックができなくて、そしてお客さんに当たってしまったりだったりとかっていうところで、で相談するおじいちゃんみたいな人、あれ師匠なの、何なの、師匠じゃない、師匠なんだ、ね。で師匠に何かアドバイスを与えられて、急にまあ話を飛んでるのか徐々になるのか分かんないけど、一応売れっ子になるんですよね、うん、それでそのただのマジシャンじゃなくて腹話術を用いた、マジシャンっていうところで、それがすごい受けて、まあ、スター街道を登っていくっていうとこから始まるんですけど、
それでまあこれねサスペンスだからオチを言っちゃうとこれから見る人、には楽しみを奪ってしまうのかもしれないんだけど、これは、うん、話の流れではもう説明しないとちょっと、話がねできないということなんで、あの、あの登場人物は5人ぐらいですよね。うん、そうそう少ないね。5人ぐらいだし、うん、あのセットなんていらないし、うん、そうだね。自分らで手作りで作ろうとしたらすぐに作れるもんだけど、あの途中からあの人の、もう映画、もう画面全部を占めるようなあの狂気とか、まあ、そういうところにと、あとあの主人公のあの役柄がやっぱ僕の場合は、あのすごい乗り移っちゃうんですよね、あの映画って、映画とか自分がそこに投影されてどんだけ乗り移れるかだと。あ、そうなんだ、面白いね。あの臆病さとか、なんかそういうとこにやっぱ引っかかる。え、見ながらその自分がその配役になる見方なる。僕この間、数日前にコブラ見たんですよ、午後のロードショーか、一日強くなってましたね。あ、そう、俺ねそういう見方じゃないんだよね。なんかね目だけの存在になってね、その物語の中に入って、それがなんだろう、リアルっていうかさ、映画の内側に入ってどっかで目だけで覗いてる感じがなんでね。まあでも映画ってそういうものなのかもしれないけど、ただ単に、まあ、映画も芸術も、音楽もそうですけど、作品があって自分があって、見て、自分の私生活にそれが投影されるじゃないですか、その部分が映画だと思うんですよね。あの見た次の日ぐらいからそれが自分の生活の中に潜むじゃないですか、その見た映画が。あ、そう、そこが僕の映画の楽しみです。そっか、俺は割とそうじゃないかもな。なんかあとはだからね、その目となってる俯瞰の、目線と、あとはなんだろうな、その監督の演出がその時が気になっちゃうって。だからある部分は入り込んでる自分と入り込んでない自分がいて、そういうとこだね。だからあくまでも娯楽として見てるのは確かなんだと思うんだよね。あくまでも娯楽だけど、生活の一部に入ってきてからがその映画っていうものなんだと思う。へえ、面白いね、いろんな見方があるもんですね。深読みとかしたくなるじゃん、実はあのなんだチャイルドプレイのチャッキーのように、そうですね、実は人形が独立してるんではないかとかさ、そして人形の方が自分、コーキーという人間を操り始めてるんではないかとかっていろんなこと思うんだけど、まあ実際これはまあ言ってしまうと昔で言うと精神分裂病、自分の中で解読できない同質性障害みたいな多分両面はあるんでしょうけど、そうだろうね、コーキーでしょ、ファッツでしょ、そしてあのまあ事件が繰り広げられるのはあのコーキーが、ハイスクール時代に憧れていたマドンナの経営するコテージ、ペンションみたいなところだよね。そこで事件がいろいろ起こってくるんだけど、そのマドンナというのがペギーという女性でさ、で、まあ、そこで吸ったもんでありつつ、いろいろ殺人事件が起こりつつと、それが、まあ、さっきの話に戻ると、ファッツが殺させてるんではないかとか、まあ、いろいろ憶測をみんな、その憶測になっていくとミステリー、そうなんだよね。だからそこのなんかその監督さんというか脚本家のさ、その、頭の良さでさ、それをさ、誘導していくわけでしょ、その辺が、そう、あの見終わった後に、やっぱ芸術もの作品を見たすごく思うんですよね。最近、昔は、まあ、映画ってやっぱプロパガンダとして始まった部分、まあ、活動写真じゃなく映画になってからってあるけど、だからそれぞれの、まあ思考とか、何を言わんとしてるかとか、よく考えてたけど、もう最近考えないようになりましたね。あの何も考えない、よかったっていうか、
元気になったとか、うんうん、ま、考えさせようとしてる映画は考えるようになっちゃいますけど、うんうん、特にアメリカ映画って、うん、大衆映画って、うん、宗教観が入ったりとか、うん、いっぱい要素がいろんな人がかかってくるから、うんうん、考えなきゃいけないのかなと思うところもあるけど、うん、なるべく考えないにはね、うん、最近になりましたね、うん、自分で選ぶ映画ってやっぱ期待しちゃうから、うん、でも自分仕方なく見て、うん、仕方なく見ちゃったぐらいの映画が、うん、夜中とか一番面白く感じますよね。あ、なんか眠れなくてテレビつけたら映画始まって見ちゃったらなんかすごく面白かったって、うん、映画は本来全部面白いはずだし、そうかな、あんだけ人が集まって作ってるもんだから、まあそっか、まあ、まあ、響く響かないかもね、うん、人それぞれにね、まあそうだね、期待しないこと映画に、そうか、面白いね、ね、映画だと、いや僕アニメも好きだし、うん、いや今回はサスペンス、うん、サスペンスって言うけど、うん、何でも結構見ます。うん、僕ね、サスペンス、まあ、基本的には好きでさ、90年代とかさ、マイケル・M・シャラナとかさ、その辺結構ハマってて、代表で言うと、ユージュアルサスペンス、うん、はいはいはい、ね、そう、でもあれミステリーですけどね、ああ、そうか、うん、よくわかんないですよね、やっぱジャンルって、まあね、まあ、まあそうだね、最近何見たっけな、あれ面白かったよ、クリント・イーストウッドの運び屋、あ、みんないいって言いますね、うん、なんかね、やっぱおじいちゃんのそのさ、うん、戦争体験者のおじいちゃんを描き方がすごいクリント・イーストウッドってうまいんだよ、頑固じじいでさ、しかもまだまだやるって言ってますもんね、そうだね、いや結構面白くて、で、まあ差別用語とかも結構入ってきたりするわけよ、でもそこには、まあ、なんだろう、基本的にはなんか温かい愛があるじいさんの役なんだけど、差別用語も差別はしてないでさ、うん、昔からそういうもんだからそうなんだろうみたいな感じで言っちゃうわけ。だからそれこそね、メヒコ、メキシコ人のことをタコス野郎って言ったりとかさ、結構で言われた方がおって引くわけ。でも何が悪いんだお前らそう言ってみたいな。でも下に見てるわけじゃなくてさ、うん、そういうとかね。新しい映画あんま見てない。うん、なんか年取ってくると。うん、映画の見方、その、うん、自分が知っている映画に対しての2時間、うん、見たことある映画に対しての2時間だと惜しまなく使おうとするらしいんですけど、うん、新しい映画に対しての2時間って使う体力がなくなってくるそんなことないよそう、いや、やっぱ古い映画の方を見たくなる、うん、昔見た映画を、あ、そう、もう一度ってこと、そう、そうなるらしいんですよ、あ、そう、うん、何かで読んだんですけど、うーん、音楽もそういうとこありません？あのね、音楽に関してはちょっとそういうとこあるかもしれないな、うん、新しい音楽聴くよりやっぱり昔好きだったもの聴いてる方が楽しい、そうだね、でも、うん、なるべくそうならないようにはしようと思います、ね、まあ一概には言えないんだけど、やっぱりね、おって思って、うん、今シャザムとかさ、サウンドハンドとかってあって、うん、どっかで BGM とかかかってて、うん、やっぱ気になって調べはするのね、で今までだったらさ、その調べてすぐアルバムを買いに行くとかなんとかっていう行動を起こしてたんだけど、それの、うん、アルバムまでたどり着かなくて、その1曲のプロモーションビデオを YouTube とかで見て、そこでちょっと満足してしまうようなのが多くてさ、いけないなと思いつつも、でもなんでいけないんだよって別に聞かなくたっていいじゃん、その曲だから、そこが体力かもね、そこ、その曲でそのアーティストに興味持ったんだけど、じゃあ他にはどんな曲やってるんだろうかっていうところまで興味が持ってなくなってきたっていうのと、でもその一曲で他の曲に興味を持たせるくらいのアーティストになれよバカ野郎みたいなところもあるじゃん、どっちもどっちだよ、よく言う、最近、うん、昔の何かに例えて、最近はこれぐらいインパクトのあるバンドはいないっていうのは、そいつはそういう。
Tokyo Borderless TV